はい、今回は城代の神殿でフェリックスを使って遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。今回は全力疾走とね、ネズ板を使ってめちゃくちゃ走って、めちゃくちゃ早く回復する感じでやっていきたい。なんか今スピリットの頭見えなかった今。あ、ここです。あ、湯のなんで、湯のなんで大丈夫です。湯のなんで間に合いますよ。デススピンだこれ。あ、違う、ブライトンだこれ。もしかしギリギリ見えてない。やめてブライトン、誰もいない。ここにはここには誰もいないの。気にしないで、どっか行くブライト、どっか行ってくれ。でドワイト帰ってきてくれ。一瞬ドワイトとブライトどっちかよく分かんなくなってきた。壊れちゃうね。あ、ジュウが来た。あ、集合みんな、ユウノです、よろしくお願いします。爆発させたけど神で隠密を見せていく。見つからなかったら殴られることないからな。なんかみんな血まみれで汚いね。なんか危ねえ、全力疾走が強すぎた、やばすぎる。でここで、いやこれ俺だな、俺です、これ俺です。はい、しかもここ板ねえのかよ、マジ。こういうとこは普通に追うしかないよな、もうっていうかどんなキラーであれ。まだ回れるねこれ、まだ回れちゃうよこれ。おい何してんだ。あ、それしたらあんたもう無理よ、これ反対方向にいるよ。おい、ああフェイントしてくれ、ダメだよ。あ、これ倒さないと殴られちゃう。これでもそれでやっちゃったらあれだね、もったいなくない。なんかあっち行ったな、なんか分かんないけど、分かんないけど外周回り行ったっぽい。じゃあこっち行こうぜ。いいね、ネズ板だからこれすぐ回復しちゃうよこれ。あ、ユノ、ユノです、ユノです、そこのおはげさん。あ、これちょっと早い、俺がいるとリーダーだから、これおはげさんと一緒に発電機を回していきたい。あ、ここにあんじゃん、しかも集合、みんな集合、いつもの3人でやろう。ちょっと早いマジでリーダーのおかげで、俺リーダーね。やっぱ早いな、 15% ってどんぐらい速くなるのか分かんないけど、何秒速くなんだこれ、6秒ぐらい速くなるのかな。これ隠密が効いてさ、絶対ブライト、ブライトイラ来てるよな、あれ。しかも、あの、殴れないのがね、結構きつい。能力使わずに殴らなきゃいけない場面って絶対出てくるから、ブライト。まあ、上手い人はどこでも当ててくんだけど、お、ついにネアが殴られた。ちょっと有能なんだけど、ちょっと待ってね。箱漁りたくなっちゃった。人が箱漁ってるのは早くなんだけど、俺は早くなんないからな、多分。これ多分チェイスしてるからね、矢が走っちゃおうぜ。回復はでかすぎマジで、一回セルフケアできるようなもんだからな。なんならセルフケアより早いし。あー、ブライトンいる、この板俺が使っちゃったんだよな。あれは救えない、なんか柱立ってるぞ。あ、ナイス、これで不死破滅が壊れたのかな。ネアを救ってるのが早くなるやつだから一応近づいていくか。復救助ちょっと早い。リーダーです、リーダーです、リーダーです。リーダーで勝つ、回復も早いです。はい。早すぎリーダー。強すぎる。神。あっちから来そう。あ、なんか光出してる。このジェフ。まあ、内緒にしてたんだけど、これ兄貴なんだけどね、これ。隠密していく、いないんだよそんなとこには。あれ、そんな、そっち、あんたそっち見たら、あんたそっち見たらバレちゃうけど反対側降りたね今。あぶねえマジで、隠密効くじゃんこれ。ちょっと歩いて、怖いから。発電機回していい、発電機回しちゃうよ、もう
有能が近づいてくるよ。ここに有能です。僕は有能です。板とかでも真ん中とか全然使ってないから結構チェイスしやすいと思うんだよな。まだあっちがちょうど俺が使っちゃったんだよな。お、なんか空中で避けてる。アンドワイドかけてんのに、かけてんのに上手。あれ死にそう。いや、いけてんな。これでナイス発電機いける。あのブライトでも結構きつそうだな。このマップ板多いよな。普通に広いしやりづらそう。あとなんかね、このオブジェクトとかこういうとこになんかうまいこと当たれなかったりするから。あ、なにこれ、いんの誰か。あ、ここでやってるよと。なるほどね、兄貴。あ、有能です。有能強すぎないこれ。これもしかしたらこっからリーダーがまたさ、あのハゲを救助するために有効活用できるかもしれない。ちょ、フェリックスこっち見んのやめて。はい、ナイス。一応この光の柱、あ、消えちゃった。あ、これさ、開けるのさ早くなるから。リーダーで、リーダーで有能でもすごいよマジで。意味ないけどこんぐらい近くにいようぜ。ブライト来るかこれで。これ次救助行くのも早くなるから、まあ、開けちゃっていいと思うけどな。開けない。 OK、 それもまたあり。見てないよね俺のこと。なんか俺うまいこと見つかってねえな。開けた？ブライトが、ブライトが開けたやな。あ、ナイス Q、 救助からの回復。ナイス Q ってなんだよ。間違ってはないけど、これ肉、あ、消えた。あれ、兄貴は殴られてんな。こっち側にいる。これは回復までいけてるんだけど、ゲートが開いてるかどうかだなと。 あれは肉亀になろうとしてんのか。それ無理悪くない。で、これでワンチャンドワイトが殴られ、あー、そんだけ近いのか。なるほどね。これ救助早くなるの、これ刺さるかも。あとはボロ体があるかどうか。俺はこの位置にいることにより、あ、これ神で、これネアもいるから、これ多分無理じゃない。あ、いけてるいけてる、ナイス。あ、ちょっと待って、これやった、俺やった、これ俺やった、俺やった、俺やった、兄貴、兄貴、やる、あ、これ大丈夫。あ、大丈夫だわ。肉壁強すぎ。何なんだよこれ、まるで VC 繋いでるかのような連携、うますぎる。まずはこっちからトーテムの波動を感じる。全然全然音なんね。はい、やる。おい、このトーテム見えてないのかっていうか、逆にドワイト君この音に気づかないようでは上に行けないよ。これ、これしかも壊しただけで一緒に発電機回さんからね、この後。これ来いや、こっち来るで、きっとキラー。で、次こっち多分中央あたりね、あるはず。はい、不死破滅、はい、完璧。不死破滅の順に壊していく。これがエロディーラことあるんですよ、スモゲ。お気づきないかもしれないけど、あるんですよ、スモゲが。はい、不死破滅、これ、はい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 、もう終わり、はい、終わりよ、もうこのゲーム。はいはい、クソゲーって言ってるキラーの声聞こえたわ今。